ゃあ3人の撮影入ります。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここで重大発表。何言ってんすか、もう本当に。ここで重大発表。違う、え、本当に重大発表なんですか。かなり重大発表を編集長から、え、今から今からちょっと前出てこようか。いい朝ごはん食べますとかじゃなくて、今日東海オーカの撮影、本当にあるんですか。ちょっと待って、はい、東海オーカの撮影って言ってましたよね。はい、特集の普通の、はい、それで聞いてます。聞いてますよ。東海オーカじゃないです。え、今から飯食いに行くとかじゃないですよね。マジで各エリアでウォーカー出してるんですけど、はいはいはい、見たことあります。こんな感じで、いろんな有名な方が表紙になってるんですけど、はい、これの小牧ウォーカーの表紙を3人イエーイ。1ヶ月やけど、これは年間本なんで、4月20日から1年間で、まあ、小牧市中心ですけども、まあ、名古屋にも置かれるし、東京の大きな書店にも置かれるし。うわすげえ。すげえ。ありがとうございます。やった。やばー。ちなみにこのシリーズで言うと、東海エリアでは吉田沙織さんの次がお三人です。金メダリスト。今回は小牧ウォーカーということで、はい、まあ、小牧といえば三英傑ゆかりの地なんですね、はい、ええ、そこで皆さん三英傑お集まりいただいております、はい、わ、なんと5月9日から公開のサムライロック、はい、ね、これの映画の公開にも合わせて、はい、なんと編集長が今回起用に至りましたので。わ、ありがとうございます。やばい、もう俺すごいってこと以外にもう頭が回ってません。この3人のだから集合写真、今からちょっとテンション上げて、はい、撮ってください。はい、表紙です。今から撮るのがまさしく表紙。まさに表紙です。どうしよう、じゃあそれも返していただいて、今から挑みましょう。あ、え、本当に、ちょっと、もうさ、大体さ、最近さ、サプライズって聞くとさ、もう嫌なことがさ、発表。サプライズ体質がすごいからね。そうだから、東海ウォーカーチャンネルはね、あの基本、いいサプライズだから。あ、ボイメンに優しいサプライズ。優しいよ、ボイメンに優しい。ボイメンに優しい。確かに、はい、確かに、うん、びっくりしました。まさかこんなサプライズ発表されるなんて思ってなかったんで、いや、めちゃくちゃ嬉しいです。一生懸命頑張ります。僕多分表紙に乗るの初めてなんで、表面の、でもめちゃくちゃ嬉しい。とりあえずあの後であの友達に LINE しようかなと、数少ない友達に LINE しようかなと。もうすぐ乗るで。そこはじゃあ小牧ウォーカーで表紙起用があったやつ必ず、もうきっちりあの日付も込みでやっとくので、いや、もう超楽しみです。ありがとうございます。頑張ります。いや、もう上がってます。テンション上がってます。表紙決まって、いや、もうずっと言ってた表紙ついに、できるので、気合い入れて今から撮りたいと思います。東海ウォーカーチャンネル、ご覧の皆さん、こんにちは。僕たちはボーイズ&メンです。よろしく。というわけで、はい、今回今撮影したんですが、なんと僕たちボーイズ&メンの小林豊と、いや、本田高美と高橋俊介がなんと小牧ウォーカーの表紙に起用されました。これがなんと、はい、はい、4月20日、はい、発売スタートということで、はい、これすごいのが、うんうん、1年間、小牧ウォーカーの表紙として僕たち乗ってます。しかも中目もいっぱい写真入ってるから、ね、楽しんでもらえるよ一冊。まあ、ちなみにね、いいよ、はい、5月9日公開になりますボイメン総出演の映画、はい、サムライロックで、信長、秀吉、家康を演じている僕たちですけれども、はい、まあ、小牧といえば三英傑ゆかりの地ということで、今回僕たちが起用していただけたということでね、ありがとうございます。本当にありがとうございます。嬉しいですよ。これはね、はい、小牧ウォーカーと同時に映画サムライロックもぜひ見ていただいて、どんどんね、相乗効果で盛り上がっていきたいね。そうだね。はい、
それでは4月20日発売小牧ウォーカー絶対チェックしてね。そして映画サムライロックも応援よろしくお願いいたします。以上ボーイズ&メンの小林豊と本田高見と田中俊介でした。バイバーイ。